子供には、大人に見えない世界を見る力があるという。この世の存在ではないものは、そんな子供の持つ力に寄せられ、現世に現れるのかもしれない。マイン県のとある町で起きた、親子失踪事件。妻を病気で亡くし、幼い娘と暮らしていた父親。二人の身に、一体何が起きたのか。じゃあ、マイ、パパってかけるよ。悪いね、ナナミちゃん。来月からは、夜勤じゃなくなると思うけど。全然気にしないでください。私も、マイちゃんといると楽しいですし。助かるよ。マイ、お姉ちゃんの言うこと、よく聞くんだよ。それじゃあ、よろしく頼むね。はい。いってらっしゃい。ねえ、舞ちゃん、何して遊ぶ？あ、舞ちゃん。お邪魔しまーす。舞ちゃん。何やってるの？おしっこ？違う。じゃあさ、お姉ちゃんの部屋行こっか。うん。へえ、幼稚園でそんなことがあったんだ。うん、すっごく面白かった。よかったねー。あ、電話だ。ちょっとごめんね。もしもし、シエミ。おお、すごい久しぶりなんだけど。うん？そうそう。ああ、こっちは暑いよ。え、今度の週末？マジで？ってことはマサトくんも一緒ってこと？いいなー。うんうん。わかった。それじゃあね。あ、あれ、舞ちゃん。舞ちゃーん。どっこでいいすかー。舞ちゃーん。あ。もう、何やってるの？トイレ行ってたのかな？もうすぐ寝るよ。むにゃむにゃ。あ、あれ、舞ちゃん、またいなくなっちゃった。舞ちゃん。あはははは。舞ちゃんの声。ママ、あははは。うふふ。あは、あはは。舞ちゃん。ママ、きゃはは。あははは。うん。舞ちゃん。舞ちゃん。舞、ちゃんといい子にしてたか。うん。
舞ちゃんのことで、ちょっとお話が。え、何か、迷惑なことでも。ああ、そうじゃないんです。ただ少し、気になることがあったものですから。何かあったの？舞ちゃん、夜私が寝ている間にどっかへ行っちゃって、すぐに気がついて探したんですけど、薄暗い中、トイレに向かって、独り言を喋ったり、笑ったり。独り言？ええ、きっと、お母さんがいなくて寂しいんだと思います。私も、両親を亡くしていて、気持ちはわかるんですけど。心配かけて、ごめんなさいね。前には、私から言っておきます。ああ、舞ちゃんのことは叱らないでください。私が目を離したのが悪いんですし。ななみちゃん、ありがとね。いえいえ。では。ママー。まあまあ。むう。あれー、また舞ちゃんがいない？舞ちゃん、何してるの？ママー。ママって。舞ちゃん。あれ、舞。お姉ちゃんは？お姉ちゃん、動かなくなっちゃった。え？ななみちゃーん。ななみちゃーん。お姉ちゃん、どうして動かなくなっちゃったの？病気だよ。お母さんと同じ、心臓がいきなり止まっちゃう病気なんだ。舞、怖かっただろうに。うん、全然。だって、お母さんが来てくれたんだもん。お母さんが？うん。お母さんはね、夜になると出てきて、舞を撫でたり、頬ずりしたりするの。へえ。ちなみに、お母さんはどうやって出てくるの？うふふ。いつもね、トイレから、ニコニコしながら、張って出てくるよ。